こんにちは、百瀬直也です。地震前兆研究家やライターとして活動しています。よろしくお願いします。今回はオジギソウの歯が閉じることが地震前兆だったと思われる例を紹介します。オジギソウは夜間に歯が閉じるという性質があります。それに加えて人間が歯に触れても閉じます。それで私は2021年6月に初めて種をまきました。でそれがだんだん成長してきました。はなちゃん、もう一回触って、おじぎそう、おじぎそうっていうのね、もう一回触って、あ、閉じた ね、面白いね。見て、見て、これいっぱい触るとね、ほら閉じるのね。見て見て、見て、半個切った。 ねんねんしちゃうんだ。うん、今夜じゃないよって ね、面白い。はい、うちのオジギソウです。今3時45分ぐらいでちょっと半分閉じてるね。昼間見た時は 全開だったのにね。朝から昼は、朝ぐらいは全部開いてたけど、今ちょっと半閉じのものがあります。明日ぐらい地震、また地震あるのかな。それから2日後でした。10月31日に6時52分に千葉県北西部でマグニチュード 3.3、 最大震度1の地震が起きました。で小平市からは約60キロの距離でした。でこの例はあまり顕著だと言えないんですが、より顕著な例を示します。2022年8月21日14時15分、半閉じの歯がかなり目立っていました。でこの後地震が起きたかというと、その当日21時11分に千葉県東北沖でマグニチュード 4.7、 最大震度2の地震が起きました。ここのうちの小平市からは132キロほどの距離でした。実はオジギソウは歯が閉じるだけでなくて他の現象もあるんですが、他にの種類でも様々な地震前兆を示す総目があります。でこれから少しずつ紹介していきたいと思います。で今回はこれで終了します。ありがとうございました。